街道を歩く第3回目ということで、滝不動まで歩きたいと思います。それでは大石の平からこの滝不動まで歩きたいと思います。旧街道行ってみよう。そうですね、とりあえず県道まで行きましょう。はい、これが先頭行ってもあれなんだね。あ、ここチェックした方がいいね。はい、これ第6点ですね。あー、荒れてますね。安信さんってなんか聞いたことあるね。あ、神神殿だよ。はいはいはい、はい、なんかありますか。あ、そうなんだ。あ、ちょっと見えないね。元禄、そうだね、新しいんでしょあれ。あ、そうなの。二つあるの。あれは標柱側です。うん、あの脇にこう二つかポコンポコンってある。はいはいはい。あれできたな。行けそうな、行けそうでない。何の記念品ですか。いけますか。いけそうですね。元禄の。とりあえずここなんですけど、あっちまでちょっとその石碑、はい、まで行ってから通過します。はい、次回行きましょう、大法院。赤坂神社。赤坂大法院です。うん、車です。ここですね。はい。じゃあここからあれですね。このシゲルさんの格好が生きるコースですね。一度。涼しい。
涼しいね。涼しい、かなり。はい、蚊がいっぱいいるそうです。いいとこだね。で涼しいですね。あ、もうめちゃめちゃ蚊いるじゃないですか。なんなら蚊いっぱいいる。すげえいっぱいいるよ、蚊。蚊だらけですね、もう。旧羽賀ですか？旧羽賀。はい、じゃあここ下りです。こういうのがいいですよね。やっぱりこの木の下をくぐるみたいなね。これが楽しい。いいですね。うわ、蚊がすごい。軽い身のこなしですね。ちょっと出口あたりが抜かってました。はい、向かってる。そうだね。こんな感じですね。うう、あ、これ？あ、これで？うん、そこに種でこう、あ、なるほど。引っ張ってるんですね。あ、はいはいはい。で、静雄さんちのとこに出ると。赤い作業場、作業小屋みたいな、うん、あそこに立ってんですね、氷柱が。はい、なんであの辺車を置けるんで、うん、あそこが一応スタート地点に、次回はね、次回はしたいと思います。はい、9月末、はい、まあ一応こう来てどう行くのかなって感じですよね。ゴール地点ってなります。今日はせっかくなので滝神社まで見てってください。で、これよく見るとまたいい感じの狛犬ちゃんがいますね。